調子が良くないということで、昨日も代打での登場でした。そしてこの後寺内が出てきています。今日が18試合目の登板の田中健二郎、防御率は 2.00 です。2割3分という開幕からの長野。田中は5月6日のヤクルト戦以来の登板。昨日の長野は6回に代打で起用されてライトへのフライに倒れています。腰の具合はどうでしょうか。長野久義、ワン・ツー、8回代打で起用されてインサイドのボール。昨日はこの鈴木の足が終盤見られました。9回に同点のホームを踏みましたし、そして延長戦に入ってからもこの人の足が生きたジャイアンツの勝利でした。まだここまで鈴木の出番はありません。ただ準備は万端と今の表情です。まあ、ですから田中としては絶対にランナーは出したくないというこの8回迎えた先頭の長野。高木も一応はバットを持ってヘルメットをかぶっています。高いバウンド、これは面白い、前進して倉本間に合いました。長野はショートゴロでワンアウト。そして長野出塁なりませんでしたので、高木隼人がそのまま打席に入ります。いずれも内野ゴロという2打席、粘りの投球、今日もここまでは2失点という安定した内容を見せている高木隼人。バットが折れた。白崎、ツーアウト。根元からバットが折れてしまった高木隼人。変わった田中健二郎、前のピッチャーのエレラは失点がありましたが、この田中健二郎は下位打線とはいえきっちり2アウトを取っています。この後の投球に備えるというこの高木。ランナーが出れば代打という起用もあったでしょう。そして今日初めて右の打席に入る金城、ヒットは1本です。先頭で今日は1回にヒットを打っている金城。田中は5月に入って今日が5試合目の登板。5月6日以来の登板になっています田中。今年が8年目。高校時代には春の選抜で優勝経験も持っている田中健二郎。打席を終えて高木隼人がベンチの前に出てきました。今日は高木隼人と須田幸太でゲームがスタート。須田幸太は6回降板、勝ち投手の権利を持って降板しましたが、7回に登板したエレラが同点に追いつかれて、須田幸太の今シーズン初勝利はすでに消えています。今日ももつれている新潟決戦、8回の表ジャイアンツ、ワン・ツー、追い込んだ田中、変化球スイングアウト、三振、スリーアウト。
代わった田中健次郎が下位から始まるジャイアンツの攻撃を0点に抑えています。この後8回のマウンドに向かう高木張の投球、今日もここまでは2失点という安定した内容を見せている高木隼人。バットが折れた。志田崎ツーアウト、根元からバットが折れてしまった高木隼人。代わった田中健次郎、前のピッチャーのエレラは失点がありましたが、この田中健次郎は下位打線とはいえきっちり2アウトを取っています。この後の投球に備えるというこの高木。ランナーが出れば代打という起用もあったでしょう。そして今日初めて右の打席に入る金城、ヒットは1本です。先頭で今日は1回にヒットを打っている金城。田中は5月に入って今日が5試合目の登板。5月6日以来の登板になっています田中。今年が8年目。ヒットへのフライに倒れています。腰の具合はどうでしょうか。長野久義、ワンツー。8回代打で起用されてインサイドのボール。昨日はこの鈴木の足が終盤見られました。9回に同点のホームを踏みましたし、そして延長戦に入ってからもこの人の足が生きたジャイアンツの勝利でした。まだここまで鈴木の出番はありません。ただ準備は万端と今の表情です。まあ、ですから田中としては絶対にランナーは出したくないというこの8回迎えた先頭の長野。高木も一応はバットを持ってヘルメットをかぶっています。高いバウンド、これは面白い。前進して倉本、間に合いました。長野はショートゴロでワンアウト。そして長野出塁なりませんでしたので高木隼人がそのまま出